城建夫は韓国出身のピアニスト。パリ在住。10歳でクリーグのピアノ協奏曲を韓国国立交響楽団と共演してデビュー。1961年、アメリカに渡りニューヨークのジュリアード音楽院でロジーナ・レヴィーンに師事する。1967年にはロンドンに渡りイローナ・カボスに師事する。1976年3月、ソルボンヌ大学に留学中だった女優のインシズと結婚する。1977年、ユーゴスラビアにて北朝鮮による拉致未遂事件が起こる。1976年3月に、画家にあたる露呈で行われた白の結婚式の媒酌人として、李、パク・インギョン夫妻が参列したのをきっかけに、夫人同士が親しくなる。1977年、パク夫人が白夫妻にスイスの富豪家族のための演奏会への参加を要請する。7月29日、パク夫人と白一家がパリを出発し、チューリッヒに到着する。富豪の秘書を名乗る女性にスケジュールの変更を告げられ、共産国家であったユーゴスラビアの航空機で富豪が休暇中だというザグレブへ韓国政府の許可を得ずに向かう。到着先で、白夫妻は、スイスの富豪の休暇先とされた場所が東洋人の民家であったことや、応対した者が拙い英語を話したことなどから、北朝鮮の陰謀を感じ取り、待たせていたタクシーで、米国領事館へ急行し米国永住者であることを明らかにして、保護を求め、ホテルで一泊した翌日パリへ脱出した。そのホテルにも工作員が訪れて、接触を図っている。李夫妻に対しては、反共法違反で立件後の12月29日に起訴、中止処分と同時に欧州近辺の国庫、帰属決定が下され、1978年1月6日付で国庫に帰属された。ただし、この措置は通達されず、韓国外交部が知ったのは1978年11月9日である。1978年1月、出頭要請を逃れ潜伏していた李夫妻が自宅に戻ったのを知った中仏韓国大使館が再度出頭要請を行うも拒否される。2月6日、大使館が外交部にパク夫人を対象とする反国家行為者の発生報告を行う。前年12月31日に反国家行為者の処罰に関する特別措置法が制定されていたが、制定前の事件であるため外交部は適用対象ではないと判断した。その後、李は韓国未入国のまま1989年に死亡。パク夫人は入国が許され2007年5月には太田市に李あたるろ美術館を開いた。ありがとうございます。